バスグラフィック TV。 皆さんこんにちは。今日私は群馬県みなかみ町に来ています。みなかみ町は谷川岳をはじめとする山々がそびえるとても自然豊かな町です。この町にあるラフティング専門業者フォレスト&ウォーターに来ました。レトロなモノコック車体の送迎バスが活躍しているので、これからじっくり見ていきます。ちなみにラフティングとはゴムボートに数人で乗り、みんなで力を合わせてパドルを漕いで川の急流を下るスポーツです。フォレスト&ウォーターはラフティングをはじめとして、自分の身一つで天然の急流を下ったり飛び込んだりするキャニオニングや、奈良又湖を利用したカヌー、冬季の雪原を歩くスノーシューハイクなど、四季を通して一年中アウトドアツアーを提供しています。なおこれから紹介するバスは利用客の皆さんの送迎に使用しているため、来訪されても撮影対応は行っていないほか、思わぬ事故が起こらないようにするためにも、無断で敷地内に入って撮影を行わないようお願いいたします。さてこの送迎バスは1981年式の三菱ふそう KMK116H で、呉羽自動車工業製のモノコックボディを持つ中型バスです。それではこれからバスの外観を見てみましょう。このようにモノコックボディの特徴であるリベットが付けられています。ヘッドライトも丸くて可愛いです。濡れてもいいように茶色のビニールレザー張りになっています。座席表皮は張り替えられているようですが、座席の足は年季を感じます。それでは運転席も見てみましょう。ハンドルやメーター類はアナログで温かみを感じます。ラジオのスイッチもレトロな感じで、シフトレーバーもいわゆる棒ギアです。車両を使っている理由を社長の阿部紀之さんに聞きました。普段はですね、ここラフティングとかアウトドアツアーをやってる会社なんですけど、お客さんを、特にラフティングでほとんど使ってるんで、川のスタート地点まで移動して連れていくっていうことと、でまたツアーをやってゴールしたら、ゴールからまたこのベースに連れて戻るっていう風な使い方をしています。バスを買ってもうだいぶ経つんですけど、このベースを立てて
でどんどんお客さんが増え始めて大きいバスが必要だなってなった時にバスを探し始めたのはもう26年前なんですけど、その時にたまたま新潟の業者さんから教えてもら案内してもらったのがこのバスだったんです。もちろんうちに合うようにサーフォーだけなんですけど色をすごく塗って、でこのフォレスタモーターのロゴを入れて、その時からずっと使ってるんですけど、思い出というか来る旅行会社の方もこのバス運転手はバスに興味ある方が多くて、このバスってエンジンはすごくいいしいいねっていう風に言っているので、まあ、使える限りは使っていきたいなと思ってるんですけど、いつまで続くかなとも言えないんですけど、頑張って修理しながら今のところ使ってます。